はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきゃみです。今日はバイオハザード7、前回の続きからね、いきたいと思います。ね、前回の動画で教えてもらったんですけど、ここなんか開けられるらしいんですよね。ほら、見えるでしょ、中になんか入ってるのが見えると。はい、ここが開くらしいんで、ちょっとこうやっていきたいと思います。ほら、取れた。いやー、こんなの気づかなかったな。剥がせるのかなって、ちょっと前回この辺でちょっと一回ね、カーソル出ないかなと思ったんですけど、出なかったと思ったんですけど、ちゃんと普通に出たね。さあ、ナイフで壊していきましょう。おー、リペアキット。これがあれば、なんか壊れたショットガンとか壊れたハンドガンを直して使うことができるらしいんでね。ちょっと、よっ。はい、それではね、戻ってきて、壊れたハンドガンね。これが直せるらしいんで、リペアキットで組み合わせで直したいと思います。さあ、これで、ハンドガン M19 ってんのかな？おー、これの方がいいのかな？まあ、威力が高いというような感じになってるんで、まあ、こちらを使っていこうか。とりあえずどうなんだろうな。こっちの方がもちろんいいんだろうけど、あーでも中身の弾使い切ってからの方がいいのかな。ちょっと悩むとこだけど、まあとりあえず持っておいて、2つ持っておきゃいいのかな。うん、いつも使ってるやつは10発入るけどちょっと威力低い、新しいやつは7発だけど威力高い。これか。でもちょっと怖いからショットガン持っていく。ちょっと待ってね、使い切ったらまた入れりゃいいかな。さあ行ってみよう。あ、ちょっとこれもちょっと作っておくか、組み合わせて。うん、競争弾にしとこう。あ、ちょっと待って、あ、そこまでいらないかな。弾2つ入れとくか。ちょっと待ってね。あ、あれ、前回電話出たはずなのにな。やったね、無事に出たのはあんたが初めて。あ、やっぱり前回のやつだね。あれ、なんでまた電話鳴ったんだ。それをやれば出られるのか。そう、よく聞いてね、イーさん。あたしたち家族は体を怪我されてるんだ。この汚れを取らない限りここからは出られない。まあ、この辺はね、前回、まあ、聞いたんで。血清がいるの。血清をとりあえずね、目的としては探すというような感じになるんだろうね。わかった。どこにあるんだ。それがわかれば私だってとっくに逃げてるよ。でも母さんがきっと旧館の中のどこかに隠してるはずなんだ。血清が手に入ればミアを治して帰れるんだ。ああ、そういうことだね。旧館は沼のそばだからすぐ見つかるよ。わかった。でも母さんもそこにいると思う。母さん。気をつけて。みんなあんたを探してる。はい、というわけで旧館の方へね、行ってみたいと思います。ちょっと邪魔なんで、ガンパウダーと、まあこの強い弾はいいかな、今は入れときましょう。とりあえずこれだけでちょっと頑張ってみたいと思います。さあ行くぜ。でもどこから行けるんだろうな。ちょっと待ってね、先になんか取り忘れとかなんか何か知らないか、ちょっと念のためチェックチェック。特別何もないよね。なんだここ。ここは一体なんだ。ん？なんで便器に顔が入ってんだ。これ攻撃できないのかな。ほら、ほら。関係なさそうだな。こっから行くのかな。あれ、開かない。ってことは、どこから？何？ガンパウダー。ガンパウダー片付けてきたばっかなのに、また拾った。ちょっと待ってくれ。ちょっと、荷物意外と後で邪魔になるんじゃないかなと思ってね。やっぱ預けといた方がいいか。待って。ってことは、なんかガンパウダーこんだけ落ちてるってことは、なんか、大量にね、弾を消費する何かが出るということなのかな。ちょっとやだな。こっちかな。もうこっちしか方向ないもんね。こっち？あ、でもなんか、何かが見えるような船？船じゃないな。あれ、あ、ちゃうな。ん？なんかボートっぽいものが見えたような気がしたんだけど、違うか。
なんかあれ、あ、ただの土か何かかな、わかんないや。ここ開くの？あれ、ここ、これ前あのミアのビデオに出てきた家だね。あの人形いっぱいぶら下がってる。そうそう、ちょうどここからあの、マーガレットさんだっけ、あれに追っかけられたってやつだよね。あー、ってことは前のあのビデオの場所をある程度把握してれば分かる感じかな。おおお、なんじゃこりゃ。うえー、気持ち悪い。なんなんだこりゃ。おい、なんちゅう箱置いてんだよ。何もないな。ちょっと慎重に。ん？ちょっと開けたくないけど、なんか変なものがいるんですけど。ちょっと待って。なんか、気持ち悪い、気持ち悪い。ちょっと、今鳥肌立ってる。うわぁ。ちょっと、なんかでっかい何かがいるんですけど、何これ。ちょっと、こんな気持ち悪いもの。は？古い建物ってことなのかな ?1800 人。まあ、とりあえずこっちから。なんだあれ。ちょっと待って、あれはなんだあれ。あれはなんだ。どうすりゃいいんだろうあれ。これ、いけんのかな？いける？あ、なんか、ちょっとダメそう。ダメそうな予感がする。ここいけないかな？ちょっと、やめとこう。ダメ。確か前来たとき、こっちから行ったような気がする。あっこ開かなかったんだよね、前は。で、なんかあっこに女の子立ってるの見て、確かあそこの穴に降りたら、ミアが捕まって最後連れ去られたみたいな。ちょ、待って、これ巣絶対あるってことかな、これ。なんか、2階に行くの、あの子が待ってる。わあ、なんかでもそこにも虫いるんだよな。これ先に倒すか。わあ、これどうなんだろう、攻撃していいのかわかんない。ちょっと慎重に行ってみる。あ、ちょっと待って。うえー、ちょっと困ったな。やっぱりあの巣近くに行ったらダメってことか。ってことは走り抜ければいける？変なのはいないよね。行くか。3、2、1、ゴー！行くぜ！行くぜ！来るなよ！行って、ガメ。そう、最後の最後でちょっと引っかかっちゃった。くそー、ドアがうまく閉められなかった。で、確かビデオの時ここでこうやって隠れていったけど、ここに何かある？ない。これなんだ。何かないのかな、アイテムとか。てか、あ、なんかある。これは？関係ないな。お、開かない。うわー、虫がいっぱい。開くんかい。ちょっと、なんかあそこにも巣があったよね。嘘。ちょっと、待って、とんでもない罠。とんでもない罠だ、あれ。余計なとこでダメージ食った。やっぱこっち行くしかないな。なんだこれ。見取り図。あれ、どうやって見取り図見るんだっけ？これか。ダイングルームとリビングが繋がっとる場所は、ちょっと行けないって感じだな。ちょっと巣があってダメ。ギャラリーか。ここ確か隠れた時あったよね、確か。ここだったはずだ。なんかある？何もない。ここに何か置けばいいんだけど、あれ前来た時、アイテム置いてあったんだけどな。置いてないってことか。これは？関係ない。
外に何かあんのかな。あっちも外になんかつながってたもんね。お、なんかアイテムはある。お、バーナーグリップ、これ使えないのかな。あー、でも組み合わせられそうって書いてあるからまだってことか。なんもないな。とりあえずわかんないからどんどん来てるけど、これでいいんだろうか。こっち？あ、とりあえず、アイテム、入れられるなら一旦薬液とか入れとくか。バーナーグリップもどうせ持ってても今はダメなんでしょう。あー、いや、どうしよう。なんか、でも今手に入るってことはなんかあるのかな。とりあえず、これで大丈夫かな？これは？お！お！おうおうおう、ありがたい。所持できるアイテムが増えた。どうしよう、ちょっとセーブさせて。はい、セーブ完了したんでね、行きたいと思います。ちょっと待ってね。ちょっと緊張してるな。なんか出てきそうな気がしてな。もう胸が痛いよ。絵が飾ってある。これ一体何があった？同じ絵が飾ってある。ちょっと待って。何お前ら。ちょっとお待ちよ。お前ら、ちょっと早い。ほら。当たらん。くそ。当たんないんだけど。ほら。もう、つらいな。そう、突然あんなもの出やがって、フラグのように出てくるんじゃないよ。待って、そこのドア開けたらすぐ虫が目の前にいる。これも多分手出せないんだろうな。先にこっちか。もういきなりなんかそこに変なのいるし、ちょっと待って、慎重に行こう。ああ、逃がしちゃった。待って。ほら。行けそうな場所はあるけど、ちょっとあれ先に壊してみるか。てか、あれ壊れるの？よし、これで古い方の銃は全部使ったから、新しいこっちで。壊れたけど、まだいるな。あんなに、こんなに硬いの？これ使っていいのかな、本当に。これ本当大丈夫か？一応、試し。ダメだったら、戻る。なるほど。てか、すげえ弾いるじゃねえかよ。ちょっと待って、これだったらダメじゃない？壊さない方が良かった？これじゃないな。あっちまで行くのが一応当面の目標になりそうだね。ちょっと、無駄弾使ったかな。こっちで合ってるんだろうか。またなんか虫がいる。おー。ほら。よし。うわ。あれ、何もいない？おう、ハーブ。バーナーノズル、ちょっと待って。これ、組み合わせられるんじゃない？おう、おほー。これは、良さげ。このハンドガンもう、しばらくいらんでしょう。ちょっと、こっちにやって、これを、こうして、あ、いいんじゃないかな、これ。ちょっとここなんかアイテムない？アイテムは？他には？他にアイテムは？ない。え？何もいないな。
でもな、ここバーナーグリップあるだけ？おお。早速ちょっと使えたら使ってみたいな。もしかしてこれバーナーグリップでこれを焼けばよかったのか？もしかしたら。ってことは俺無駄なハンドガン使ったってことか？で、こっちなんかある？もしかして。おお！アイテムだ。精神刺激薬と、これは、あ、キーピックだ。あ、ちょっと待って、キーピックどっかでなんか開ける場所あったような気がするんだけど、忘れたな。え？さっきまであんなのいたっけ？ほら！お、消えた！あ、これでいけるってことか。おお！雲もあっさり。あ、ああ、ここだ、ここだ、キービック。さあ、開けよう。あ、何取った俺今。回復薬か。ここは？薬液、薬液。うわぁ、来た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 。おぉ。どうだ片付いた。あれ、そこにもある。ちょっと待って、燃えろ燃えろ。あら、ちょっと待って待って、バーナーが、ちょっと待ったバーナー切れた。さあ、もうあとはショットガンで。おら、はい、いけ。うわ、全部片付いたようだ。薬液。あれ、なんかここに道がある？何ここ。ちょっと待って、なんか見つけてしまったのはいいんだけど、隠し扉っぽいね。待って、ここにもなんかが。固形燃料。待って、固形燃料はなんかできるのか。あ、焼夷弾。あ、バーナーの燃料できる。よし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 。これで、リロード。オッケー。だって、アイテムはいいんだけど、ちょっと回復薬を。さあ、こっちは？あ、帰ってきたってことか。あー、なるほど。バーナーか何かの設計図。あー、もう手に入れました。あー、他はもうアイテムも、ないね。ってことは、ここでいいんだろうか。あ、でもな、先に壊せるもの壊しとく？確か、こっち側に、あったもんね、あの巣。あれ、壊しといた方がいいような気がするんだけど。壊しとくか。まだ。オッケー。こっち中に。よーし、オッケー。ほら。おー、燃えてる。あいて、まだ。ああ、しつこい奴らだ。よーし、ありがたい。よし、これで、お、あ、こんなとこにアイテムあった。わーおー、こんなとこにあるハーブ使えるのか。さっきちょっと見ることができなかったけど、この辺にもなんかアイテムあるんじゃないか。他にも、ないか。おーし、とりあえずなんか順調そうな感じがあるぞ。開けて、で、ここからね、今度次回ね、行ってみようかな。今回このぐらいにしようかな。探索して結構したから、セーブして今日は終わりにしたいと思います。はい。さーっと、ちょっと戻って、はいはい、早く戻ろう。多分だけど、あの先に今のアコに置いて、なんか、多分、通路を作る何かがあるんじゃないかなと思いますんでね。はい。今日はね、じゃあ、このぐらいにしたいと思います。バーナーも手に入れたんでね、もうバッチリだ。あー、順調すぎて、もう、言うことがないよ、何も。
ハーブも手に入ってるしね、順調だ。薬液もあるし、いいね、これなら。回復薬、ちょっと1個だけ作っておくか、もう1個だけ。はい、2個あれば多分大丈夫でしょう。はい、それじゃあね、今日はこのぐらいにしたいと思います。バーナーも手に入れたんでね、次回これで敵を焼いていきたいと思います。それではね、今日は皆さん、おやすみなさい。